今、侍ジャパン、1週間後に野球始まりますね。今、壮行会でしたっけ？練習試合。ええ、今日、阪神と日本ですね。7時から。TBS でに日本対阪神ですね。菅野とやって、菅野調子良かったですね。その前、何ですか、則本が出てめった打ちでしたね。どうですか、侍ジャパン、第1回はキューバとですか、と、なんていうんですかね、試合しますが、ズバリ、キューバとは、負けそうですか。そうですか。ですか。優勝はできそうですか、WBC。わかんないですか。リーグ戦ですね。ちょっと恥ずかしいですね。1回戦で負けるなんて。キューバとは、先発、日本は誰いきますかね。やっぱり一番調子のいい、ですか。汗かいてますね。大丈夫ですか。いいですね。海外選手っていうんですか。あれ、青木が出るみたいですね。青木だけですよ。青木だけで勝てますかね。前田健太も出ないし、他ですしね。松井秀喜はもうそういうあれじゃないですから、年齢ではないので。順位予想、どうですかね。大谷翔平は出れないんで、怪我で。1位がキューバあたり、2位が韓国、3位が日本なんじゃないですかね。どう見ますか。そんな感じですか。わかりました。今、侍ジャパン、1週間後に野球始まりますね。壮行会でしたっけ？練習試合。今日、阪神と。